広々とした宇宙に優雅な BGM が流れとる。いや、いきなりドアップ、どこにしてる、どこをドアップにする。なんか出てきた侵入者。エレベーターで演奏してる風にしてる女の人やな。アラーム気にせず演奏し続けるってよほどの強者なんだ。あ、さすがに止まった。私の出番じゃなかった。それでも出番ではないんだ。ちょうどいいところに来た。システム時間23時47分15秒4まで言って、なかなか細かい性格だから。エリオが見る未来に間違いはないわ。このお姉さんはカフカっていう名前だよな。復活は何かしら。あれも彼の脚本に含まれているの。脚本。うん。システム時間23時44分59秒。爆発による衝撃波でメイン制御システムの大部分。喋ってる子じゃない人が脚本書いてもらう。してもや、秒までちゃんと刻んで脚本。っていう名前の計画書なんか知らんけど、なかなかよほど細かい計画なんやろな。私たちはレギオンと交戦するかしら。さっきの人たちかな。人たちか、ロボットみたいなやつかな。レギオンは重要なことではないみたい。了解。じゃあここからの行動は私が引き継ぐわ。了解。今度こそ私を楽しませてくれる。ここまでの行動は本当に退屈だった。ごめんね、今日の任務はすごく退屈なの。ただ目標を入れるだけだから。でも目標もわからし、何に入れるかもわからへん。したいのなら邪魔はしないわ。だってだって、あ、急に無理入った。だっ て、エリオの脚本にないものをどうだっていいもの。あ、急にバタが始まった。戦闘開始。はい、呼吸するその感覚覚えて。このボタンが通常攻撃、選択した敵を攻撃する。この赤くなってるのが狙ってる敵ね。痛くないわ。あ、こうやって敵をタップしたら変えれると。で、より強力な戦闘スキル、スキルに変えられるとね。で、選択した敵を攻撃するってことで、このスキルは全体攻撃なのかな。拡散攻撃とかいえば。お、あ、どっちも消滅した。なるほどね。まあ、でチェックでキャラを動かして操作と、このボタンで出してね。で、この黄色いところに行きましょうと。半物質レギオンっていつの間にこんなに弱くなったのかしら。弱いんや。私が引き寄せられる兵力はこれだけ。あなたもここがレギオンの主力に狙われるのはごめんでしょ。こんな奴らじゃ列車の連中を食い止めるのは無理ね。色々顔が映ってる。歴代校長の写真みたいな感じで。週末中も一匹来てるから。この歴代のなんかみたいな人なのかな。フォルカの肖像画。ああ、こういうのみんな後にした方がいいかな。さっきメインのストーリー見よう。このストーリーに関連する偉人的な人らの肖像画なんかな。こいつは何や、ん？敵がキャラクターの攻撃の範囲に入ったと。選択した敵を攻撃、点灯に入る。さっきより多くないか？チュートリアルでこのでは。チュートリアルだから。それで勝てるんやろうけども。多すぎん？ EP！EP！ 何の略や。
エネルギーポイント？わからんけど。EP が満タンになると強力な必殺技を発動できる。まあまあまあ。こういうバトル系の定番ですよね、必殺技ね。まあ、触ってないから、まだできんと。敵と戦うと EP を回復できるということで、まあ、攻撃したりしたら回復できるのかな。あ、食らっても回復するんや。EP 満タン。必殺技を選べるようになったと。必殺技が全体攻撃一気に消滅したらめっちゃ戦いが楽や。お別れの時間よ。あ、これなんかいろんなとこで見たことあるわ。 TikTok とかでパーンのシーンなんか見たことあるなと思った。この人や。うわ、ブロックになってた。後始末は私の仕事じゃない。あ、さっきまで会話してた子かな、この声は。注意な。悪いかった。もういいじゃない。で、さっきのはどこにあったの？なんかああいうのって、ふうパンって割れるまでが一連かなと思ったけど、割れへんかった。こだわりはない。あのボイドレンジャーの行く先が気になるの？全然気にしてないわ。ただ何回見ても。君のやり方って不思議だなって思っただけよ。現実データを修正しているだけ。言及する価値はない。さっきから何を見てるの？そんなに面白いのかしら。私にも見せてちょうだい。そのサングラスさ、今見て思ってるけど。おもちゃ。宇宙ステーションに収集して。ねえ、あの幅合ってる？興味深いものあなたの目の幅と。例えば？レンズの幅。この銃は。照準に入った数字を0から100まで点数をつけることができる。それのどこも興味深いのよ。自分の点数が気にならない？私はかなり知りたい。そう。ちょっと待って、今の話ちょっと半分聞いてなかったの。メガネじゃないわ。サングラスの方に目に行き過ぎ。左の扉の奥の通路を進むと、何らかの器物が置かれた部屋がある。性格はそこにあるの？違う。それが性格がどこにあるか教えてくれる。銀狼パーティー1時間入。あ、使えるようになったね。イエーイ、弾が増えたぜ。こういうのはうまいか。手のマークって拾えたりするんかなと思った。拾えるわ。書物。これも拾う。あ、これも書物や。まあいいや。行こうぜ、次。この先は宇宙ステーションの中心エリアだ。半物質レギオンのボイドレンジャーがたくさんいるはず。そう。めっちゃ興味ないぞ。お、弱点。が悪かったよね。キャラと敵は行動順に沿って上から下へ行動する。ああ、そういうことね。必殺技だけは行動順の制限を受けずに任意のタイミングで発動できるということで。まあ今どっちも必殺技溜まってないしな。とりあえずぶちのめしていきましょう。敵がリポッポした。妨害。スキルちょっと見てみようか。刀っていうか剣が連携してなんか出てくる銃みたいな形になった。やってみようか。ガツンと来るやつでいこう。お、たまった。 EP 満タン。必殺技選択。必殺技アクティブにしちゃうと即座に発動することができるんだ。いいのタイミング、自分が好きなタイミングで押したらその瞬間に発動できるのね。バトル体験をカウントがバンされた。一番嫌やこのチャンネルもバンされることを願うわ。
チュートリアル。解放したチュートルネって、チュートリアルの内容を確認する。あ、これで開くと。チュートリアルで解放したガイドを調べることができるよ、と。ああ、そういうことね。スキル発動、ターゲット、行動順、必殺技、今まで説明受けてきたやつやな、これは。で、書物、これはさっき拾ったやつ関連かな、多分。各地に散在する書物、開拓者の皆様もぜひ一覧してみましょう。各世界の人々の生活とかつて起こったいろんな物語を知ることができるかもしれません。なるほど。OK。星玉5個もらった。やったね。さあ、どんどん進んでいきましょう。なになになに、え、星玉がもらえる？なんか出た、出た？拾えるわけじゃないか。いっぱいできる。これあれか。さっきの。チュートリアルか。また V 入った。止まって。前に何かいるわ。さっきおらんかったけどな。今出てきたやろ。あら。拾取られちゃった。どうやら、待ち伏せされていたのは私たちに。なるほどね。でも残念なことに、囲まれたのは彼ら。他にも。かそういうわけじゃないか。スキルポイント、はい、SP はちゃんとカッコ付けであれスレしてくれんねや。略称の元を見せてくれんねん。 EP 見せてくれんかったんで。パーティーで共有する戦闘資源、あ、戦闘スキルに切り替えた使ったらその SP が消えるのね。オッケーオッケー。こんなすぐ餌にかかるなんてね。スキルポイント、うん、使っちゃったね、今。スキルポイント足りないときは戦闘スキル発動できませんよ、と。通常攻撃したらスキルポイント回復。なるほどね。オッケーオッケー。お、カフカさん撃てるようになったね、必殺技。やろうやないか。素晴らしい時は。えい、やがてすお別れの時間よ。パン、おいえ、よし、ラスト1回さようなら。誰もいないわ。ちゃんと避難したのね。ヘルタが自ら指示したのかしら。訪問ログを見るとこの女は半年間ここに来ていない。避難作業は彼女の代理、アスターという新しい名前が出てきたな。ヘルタとアスター。聞いたことない名前ね。あ、確かエリオは私たちがヘルタに会うことがない。エリオって人未来史ができる。流派は早い。本当にここにはいないみたいね。性格はどこ？エリオの脚本に性格の具体的な位置は書かれてない。つまり彼の見た未来。あ、ほんまに未来見るんや。私たちは物理的な移動手段で性格を見つけるわけじゃない。エリオ、この宇宙ステーションには信じられないようなものが多くあるから、そういった奇物の相手に扱えるのではない。奇物で奇物を隠す。確かにあの女がやりそうなことね。で、ずっとリストを見てるけど手がかりは見つけたのよね。必要な手がかりは全て揃っている。あとはちょっとしたテクニックを駆使するだけ。熱い。部屋にある端末設備を調べて、そこに奇物があるかもしれない。分かったわ。君のパフォーマンスを見せてもらうわね。2箇所あり、近い方から行こうか。その前に壊そうか。仮想粒子信用ポイントやって、まあ、当たったばかりや。宇宙ステーションの隅々まで映ってるけど性格は見当たらないわね。足カメラ的な。あったとしても罠のはず。ヘルタの収集しているものが見えるところに置いてあるわけだ。それもそうやな。必需品はちゃんと隠しとかなあかんでな。例えばそれが自分の家でも。
あら、この端末メモリーがなくなった。証拠隠滅や。ここは監視室、データを削除して。怪しい。証拠隠滅するなんて。こうやって探してても効率が悪い。もうこっちに来て。はい。邪魔でらり。でどうするつもり？君の案を聞かせてもらおうかしら。監視システムをハッキングする。シンプルやな。なるほどね。ヘルタの収集品はシステムから独立している。つまり影響を受けなかったところがターゲットってわけね。お、これだけ変わってない。シンプルだけど効果はある。ほら見つけた。この端末を調べましょう。監視室の秘密を解き明かす。はい。これは器物ナンバー211ブラインドゾーン。簡単な光の屈折によりエリア内の物体を視認しにくくするけど、他の物体が目立たなくなった途端その姿は浮き彫りになる。ヘルタってば、こんなチャチなおもちゃを使って自分のお宝を隠してるの？簡単なトリックほど見破りにくい。私たちのモットーでもあるでしょ。おお、ああそうだね。そんな、それは普通パッと見じゃわからんで誰も。また変なものが増えたね。普通のホログラフィーに見えるけど殻に覆われている。通ってみましょう。大丈夫、こんなところで倒れるなんてことないから。調べたらいいかな。おお、すごいな。へえ、さすが天才クラブのメンバーってところかしら。性格はすぐそこ。これが性格？急ごう。へえ。今にもなんか生まれてきそうやな。生きてるみたい。調べると声優、こっち調べれたのに。性格ハンターが銃のあちこちで追い求めているもの。だが、それはただの目くらましである。エリオ、ジン、あ、いや。やめかった。はい。やめかったけど、いいでしょう。そう、ちゃんと読みたい。エリオ、これはジンでいいかな。ジン、そして自身は知っている。性格ハンターにはもっと重要な目標があること。故に、ヘルタに封印されたこの性格には別の使い道がある。銀狼の手で封印を解き、それを持ち出し、この時のために準備してきた容器に入れる。どうだ。移し替えるってこと。いや、泥棒しちゃおうってことかな。違う？まあいいや。声優端末に触れましょう。一個、あと。独立した防御システムがある。どうやらヘルタにとって、性格は一般的な収集品とは違う。こんな綺麗なもんな。取り出せる？もちろん。ヘルタが天才だとしても、ハッカーの領域では私にかなわない。さすがね。じゃあ媒体の準備も任せるわ。媒体？さっき言ってた容器ってやつか。あら、あっさり取れた。媒体の準備ができた。あなたが決めて。ヘリオが言っていたわ。あ、ここでこの選択性別選ぶのね。多くの変化をもたということで、はい。毎度大きに DRC のジョンやで。今更やけどね、挨拶。結構ストーリーに見入っちゃって挨拶の忘れたけど、
ここで性別を決めるってことで、改めてここで挨拶させてもらいますわ。飼い主、タケの方がね、なんか、わしにもなんか、ゲームやれっていうことで、まあ、恐竜キングを飛び出して、他のゲームをやっていこうという話で、最終的にね、決まったのが、まあ、崩壊スターレイルと、まあ、原神なんやけど、まあ、原神の方はね、飼い主の方がメインで、ミラティブの方でやってるんやけど、まあ、新しいのを お前にもやれということで、俺にもやらそうとしてるんやけど、どうせならまだ、飼い主お前もやってないゲームにしようってことで、先に崩壊スターレイルを選びました。で、どうしよっか、性別。俺はとっても重要な選択なのよ。俺自身は、男やけど、飼い主いつも男でやってるし、女の子の方選ぼっか。なんか可愛いし。うん。女の子にしよう。彼女に新しい名前を。名前は、そうね。女の子でジョンっておかしい。おかしくないか。てかまあ、ユーザー名みたいなもんやし、いっか。じゃあ、ジョンで。自分の名前そのまま使います。はい。大丈夫かな、これで。おかしくない。いや、ストーリーでさ、多分まあ、ところどころ。わかった。あれやん。私が代わりに選ぼう。そうだ、そうしよう。読み上げじゃないけど。忘れたの？選択を下すのは、ね、大丈夫か。違和感ないか。よし。行こう。変更する。お、これでいい。できた。つかないかを。記憶が残ってるの彼女。少なくともあなたのことは覚えてる。おっと。お目覚めの時間よ。あ、なるほどね。それがなんていうか、動力源的な感じになるのね。俺の。ここはどこ、私は誰みたいな感じかな。ね、カフカのことを覚えてるみたいな言ってたね、銀狼が。ここ宇宙ステーションだけど、大して重要じゃないわ。聞いて。今とても混乱しているわよね。自分が誰で、なぜここにいるか。私はどこ、これからどうすればいいのかわからない。私を知っている気がするけど、信用していいかわからない。でもこれらは重要じゃない。今さら気づいたけど、この声って暗殺教室のビッチ先生の声と同じ声。私は君を一人この宇宙ステーションに残して立ち去ること。だから今からはもう過去のことを考えたり自分を疑ったりする必要はないわ。聞いて。なんでその聞いてに、いちいちちょんちょんって、このちょんちょんってなんでやったっけ、コロンやって、なんやったっけ。まあそんなとおりだけど、聞いてが黄色でそれがつくのなんで。それが命令コマンド的なやつ。夢の中でも体験できないような冒険をする。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。これがエリオの予見、そして君がたどり着く未来よ。スターレイルっていうだけであってさ、誰かの敷かれたレールを歩く人生なんか。やだ、それは嫌やで。嫌だってとこ。それも、とてもいい答えよ。聞いて。ほら、また黄色、黄色で、黄色に点々がついてる。黄色で。君の選択に干渉することはできない。自分の意志でその結末にたどり着く。私はそういう君が好きなの。もういいでしょ。脚本によれば、請求列車の人たちがもう請求列車。私たちは彼らと遭遇すべきではない。わかってるわ、銀狼。もう少し、もう少しだけよ。もう時間みたい。私は行くわ。
文字の文の途中でもこれが鳴るってことね。これはやっぱなんかの命令コマンドかなんかなんか。についていくといいわ。君は私以外のすべてを忘れ。じゃあ、うん、さよなら、カフカ。やめてほしいな。それはそれやめてほしいけど。選択の機会があるときに自分が後悔するようなことは。悔いなき選択を自分で選べってやつか。どこぞの兵長さんのお言葉やな。クリフォトがつかとぞる運命。このものの座標は宇宙ステーションから発信されたものじゃない。こんな時にまだそんなこと気にしてるの？うちらの目の前にいるのは生きた人間。これだけは間違いないでしょ。男女の声。心拍、脈拍ともに弱いな。美月、人工呼吸の準備を。え？うちが？うちは経験不足だから炭鉱がやってよ。おっと、近い。